三成殿、ぜひ我らと来ていただきたい。あなたの応援が必要です。お誘いは痛み入る。得体の知れぬ奴のために働きたくはないのだ。ガンガンやっちゃえ。私も支えよう。何という傲慢なもの。これで働き者だね。ならば力ずくでも来ていただく。三成様はやお兄様に包囲されている様子。急ぎ急ぎ急ぎ。これで。ずっと見つめていますよ。やダメだ。見事なものに素晴らしいですね。外しませんよ。思い知りましたか。お兄様の配下は三成様を力ずくで動かそうと。三成様のお気持ちも考えて差し上げねば。決して敵には回したくないな。俺にも予測できない事態があるのか。錬金術の力、思い知りましたか。
私の名はマリー・ローズ。よろしくお願いします。責任は果たす。基本だけどすごいこと。記憶の残滓が力を作り出す。これが私の錬金術。たとえ慈悲を請おうとも、今さら聞き入れはせぬぞ。錬金術は無双の力を秘めているのです。素晴らしいですね。断る。なぜどこの馬の骨とも知れぬ奴にホイホイついていかねばならぬのだ。英雄殿とはいえ、その言い草許せぬ。鬱陶しいのだよ。気に入らなければ力ずく。それがこの世界の流儀か。恐れよ。三成様、強引な誘いにお困りでしょう。私が安全な場所へお連れします。余計なお世話だ。貴様もさっきの奴らと同じ類だ。準備はいいですね。信じてください。応援が必要です。私はただあなた様を助けたい。働き者だな。俺を助けたいというのは、私も支えよう。策に協力しろ。いい流れだ。この辺りの拠点を奪還してほしい。いい感じ。私もいいかしら。余計なことはするな。その調子を続ける。ただ拠点を取ればいい。大将首を取ろうとするのは持っての他だ。やはり君は頼りになる。やはり君は頼りになる。素晴らしいですね。まあまあやるではないか。では俺の秘策を見せてやろう。楽しい。よし、いいぞ。鮮やかな敵の方に突破されましたね。それでは秘策とおっしゃっていましたが、秘策などなく、ただハッタリをかまして敵を脅しただけ。三成さんの考えが読めないか。みんな一旦彼から離れろ。今のうちに先へ進む。しばらくは追ってこないはずだ。援軍として参りました。素晴らしいですね。二の矢があったか。この先は敵の守りに厚い。そこで次の手だ。敵の装備を奪い大阪兵に着せてくれ。騒ぎを起こさない秘密裏に頼む。石田三成って確か戦は苦手だったはずだけど、なかなかやるようだね。なるほど。あなたは手だれであると思います。素晴らしいですね。あの人の能力は大したもの。でも言い方で損をしているようね。なんとも強いのでしょう。さすがは英雄様です。さっさと逃げるぞ。敵に当たる。敵もさすがに噛みつく。あと少しで策がなる。変装した兵を敵にぶつけろ。素晴らしいですね。伝令、付近の調査を完了しました。特に怪しい仕掛けは見当たらず。なんてこと。三成さんに一杯食わされたってことか。敵将撃破しました。障壁は排除した。進むとするか。
ツナギ様はすごいのですね。いとも簡単に同士討ちを成功させるなんて。敵が間抜けだっただけだ。こんな戦果誇るに値せんな。魔人の娘がさばいてやる。やるじゃねえか。お前も勇者目指してる口か。記憶の残滓が力を作り出す。これが私の錬金術。裁きの時は来た。あとはもう、よく読んでくれ。いつか必ず落としてあげるわ。錬金術の力、思い知りましたか？ここまで来れば一安心か。お前たちもそれなりに役に立ったぞ。